久保さん、今回最高より最低ですね。最高より最低。まあ、これは何かっていうと、僕はずっとこの5年意識してたのが、最低絶対これを稼ぐっていう、最高目標を作ったことがあんまないんですよ。最低絶対これ行くっていうのを立てて、の最低を守っていくっていうことをやってたんですね。で、昔はその売り上げを上げれば上げるほど、まあ、結局上を目指さないといけなくて、まあ、年商100億まで僕は目指したことがあるんですけど、まあ、今はね、本当ありがたいことで、最低を守れば最低の自由を手に入れるっていうね。だから僕は一人の方がいいですし、その自分のやっぱ上を向いて歩くっていうのもいいと思うんですけど、下を固めるっていうのも、下を固めて歩いていく。とにかく下を固めるっていう。そっちの方が僕はもう安定すると思いますし、なんかその、なんだろうな、変な勝負をしなくていいと。自分はこれで十分だと。っていう、その、自分のメモリーですよね。自分の車のエンジンの限界を知るってことですね。自分のエンジンはここまでだなっていうのを知ることによって、まあ、アクセルのフィーリングもね、まあ、ぶっ壊さずね、ずっと、長く乗ることはできるかもしれないけども、自分のエンジンの限界を踏んじゃってやったら、まあ、ぶっ壊れると思うし、やっぱね、どう勝つかよりどう生きるかっていうね、どう勝つかよりどう生き延びるかっていうの方が僕は大事なんじゃないかなと思います。で、その生き延び方も自由に生き延びるのか、嫌な仕事、社畜のように働くのか、どう生き延びるのか、まあ、僕は自由に生きたいわけですよ。で、自由に生きるために僕が必要なお金は最低50万は月ないときついなと。自分の許容範囲でね。まあ、ぶっちゃけそのサラリーマンの人が手取り20万とかじゃないですか。で、50あったらまあ十分ですよね。と僕は思うんですけど、みんな月収100万行きたいって言うんだけど、何に使うんですかと。まあもちろんなんか僕も買いたいものがあったら大きい支出があるので、それに見合った収入を得るために、まあまたそれで稼げばいいだけなんですけど、普通に何も買わない。普通に暮らしてるんだったら50万あれば僕普通に暮らせますからね。逆に言うと、50万って普通に暮らせないんだったら、それはまあちょっとなんかいいとこに住んでるとかね、まあなんかちょっと欲がちょっとあったりとかするんじゃないですかね。まあその欲はあってもいいと思うんですけど、その欲を満たすためにまた金稼がないといけないですから。普通にその一般的な、まあここは一般的には使いますけど、手取り20万の生活をしてる人で50あったら、もはやもうお釣り余裕で出てくるじゃないですか。例えばね、50あるとどういうことができるかっていうと、卵を100円でしか買えなかったけども、200円の卵が買えるとかね、50あればね。それぐらいで僕はいいんですよ。だからそのビールに関しても、第3のビールしか飲めないっていう選択より、普通のビールも飲めると。で、最近僕ね、勤務研究所っていうメンバーシップやってるんですけど、最近ね、僕実は、キリンの一番搾り飲んでるんですけど、そう。キリンの一番搾りうまいんですよね。別にでもそれも普通に買えるんですよ。まあ、6缶パックで1000円ぐらいですか。で、全然普通に買えるし。でもこれお金がないとね、多分、買えないんですよ。だから僕がその、お金稼げるようになってよかったなと思うのが、スーパー行った時に、もう選べるってスーパーにある価格帯、まあ、すげえ東京にあるね、麻布とかね、六本木とかにある高級スーパーは別として、まあ、普通の一般スーパーで、並んでる価格であるならば、何選んでも、特に影響はないっていう。だそれぐらいでいいんじゃないかなって僕は思います。あなたがどう思うかわかんないですけどね。なんかスーパー行った時に、まあ、いろんな価格帯があると。でもその価格帯は大体もう一般的に合わせてるので、高いのももちろんあるんだけども、高いって言っても数百円の差なんですよ。で、この数百円の差がね、お金がないと、もう安いのしか買えないですよ。だから納豆だったら例えばね、納豆で言うならば、4パックで68円とかね、78円とかよくあるんですけど、でも僕は120円とか200円の納豆も買えるんですよ。それぐらいでいいと思います。でも50あればそれぐらいできるので。っていう最低ですよね。最低。最低の中の最高の幸せっていうのがあるといいんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。